久保さんまああれですよね。何だろうな。なんて世の中は不平等なんだとか。まあいろいろ不平等ってあると思うんですよ。平等ではないと思うんですね。まあ生まれた家って平等ですか生まれた家の収入って平等ですかじゃあ平等じゃないですよね。生まれた国の <laughs> 貧困のレベル、平等ですか ぜ全部平等じゃないですよね。平等じゃないところからスタートしてて。だから、うーん、それはどう思うかじゃないですかね。うーん。単純に。俺は不幸なんだと思うのか、不幸だから幸せになってやろうと思うのか、うーん結局どう思うかですよね。うーん。久保さんは、あの、 ネオヒルズ見てね、羨ましいなと思って、六本木ヒルズかー、みたいなね、思ったわけですよね。<laughs> そう思わなければ、まあ今ないだろうしね。僕も金持ちになりたいなと思,思わなければ今は多分ないと思いますよ。だって一回僕はその、まあ、あのー、大学卒業して一社,社就職できましたけどそこ倒産して、で、 あのー、その後転職したけどボロボロで転職活動したけどまた面接ボロボロでみたいなで一つね板金屋さん小さい板金屋さん車好きだったんで板金屋さん受けたら受かってもそこ1週間で辞めたんで僕なんで,で辞めたかっていうとう自分の描く人生じゃないと思ったんですよね だ自分の描く人生、うん、俺はこうなりたいとはこうだっていうのがあったんでその板金屋さんでは自分の人生が自己実現できないと思ったんで1週間で切ったわけですよ、まあ、正確に言うと飛んだんですけどね手紙を置いて手紙を置いてすいませんやめますっつってねでもそれやめた理由は明確ではないけどもこうなりたい一生に一度きりの人生だからうーんあの なんか成功したい金持ちになりたいみたいな思ってた部分があるんですよ。で、そこのバンキー屋さんの、まあ、僕のついた師匠が、仕事つまんねえっつって仕事してたんですよ。うん。俺こうなんのかなみたいな。先輩がね、仕事つまんねえっつってね、仕事してたんですよ。で、その下で仕事するんですよ。<laughs> なんか、もうお先見えたなみたいな。 答えがみんな答え欲しいと思うさこうやったら稼げますかとかこうやったら成功できるんですかとか答え見えるゲームって面白いですか多分ね面白さはないと思うんですよね答えが見えるゲームって答えが,が見えないからなんかそのババ抜きとかもね全部のそのなんかその誰がババの持ってるとか全部のカードも見れちゃったら多分ババ抜きのカードなんか面白くないと思うんですよね うん、人生を楽しむ楽しむな、面白いか面白いかで言うならば、面白くないと思うんですよ。答えが分かってるんだったら。うん、パチンコとかも行ったら全部当たる。たぶん楽しくないですよ。1000 <laughs> 円入れたら毎回当たる。負けない。ずっと負けない。ずっと当たる。たぶんつまんないですね。うんううん、映画もね。 映画も始まった瞬間からハッピーエンドみたいなね。ずっとハッピーみたいな。ずっとハッピーみたいな。ずっとハッピーみたいな。んやねん、それ映画みたいなね。<laughs> とりあえずハッピーみたいなね。多分そんその映画つまんないですね。うん。いってらっしゃい。